なんだっけ、建国記念の日。またもやビッグパウダーゲー。いやー、もう雪かきがめんどくさくなってきた。雪かきめんどくさい。やるぞ。雪はね完了。出陣だ、青。これが湯沢だ。2月10日、建国記念の日、またもやもパウダー。どうじゃん、今日は11日。11日か。建国記念の日、もパウダーの日。今日はですね、パウダーマウンテン、行くのではなく、やはり近所のスキー場のパウダーを楽しむ贅沢な時間を過ごしたいと思います。 Here we go。 今日は湯沢中里鳥取、ヤッホッホこと青、ヤッホー。行けるのか妻。よし。ただそこは落っこっちゃってるから、こっちからコトリー、イエーイ。ここ滑ってきたよ。母ちゃんは？母ちゃん来れるかな。うふう、深いよ深いよ深いよ。どこら辺までやった？おいみんな、今日は中里パウダーだ。今日のパウダーはちょっと重い。しかしワンナイトで50センチは積もったかな。スーパーヘビーパウダー楽しみましょう。返事、あーイエーイ。レッツゴー。深いね。お、見てなかった。青早い。あ、ことに起きた。イエーイ。青早かったよ。青が早いの見た？見てなかった。ごめんよ。青めっちゃ速かった。よし、もう一回行くぞ。もう一回。カモン。教えてあげる。オーケー、みんな。スーパーパウダー。See you down there. Yo, 後でな。
妻、ナイスパウダー、小鳥、青い、イエーイ、あはなんで撮んなかったの？撮ってたよ、撮ってたよ、ヤッホー。あれ誰ですか？やったね、青、ナイスパウダー。いけた？よし、もう一回やろうぜ。もう一回パウダーやろう。にゃー、もう一本ここやって、次行こう。すごいパウダーだね、今日ね。これが湯沢の底力だ、覚えておけ。ハチノス、ありがとうございました。ほい、パウダー、ふふことナイス、青、イエーイ、おっとっとっと、イエーイ、ナイスパウダー、ふふー、おー、ナイス、小鳥もナイス、ヤッホー。チューしちゃうんじゃないの、あいつら、あのまんま。チューしちゃいそうだ、これ。何やってんだ、あいつら。仲いいね、ほんとに。いよいよ。レッツゴー。よし、じゃあ小鳥行け。イエーイ、小鳥、ふぅー、ナイスパウダー、ふぅー、小鳥もこれ、やったよ、やった小鳥、イエーイ、おーい、ナイスパウダー、いいよ。よし、じゃあ次は森のコース行こう。小鳥さん、私たちたくさんパウダー食べ過ぎてお腹いっぱい。わ、もうちょっとしたらスキー場を移動してみましょうか。今日は小鳥とデートです。違います。今日は小鳥とデートです。今日は小鳥とデートです。完全拒否。はい、みんな、時刻は10時です。ここで中里スキー場をアウトして、次は
ユーザーパークスキー場にはしごするぜ、いいかみんな。レッツゴー。 いいよいいよ、もう乗っちゃっていいよ。ああ、次はユーザーパークスキー場へ移動だ。なんとこのスキー場からわずか5分。次行くスキー場はファミリーゲレンデね。ユーザーライフしてる以上はなるべく全部のスキー場をね滑りたいので、今日はそういうルーティンで遊ぼうと思います。 Here we go。 さあ小鳥さん、続いて到着したのはここ、でん、ユーザーパークスキー場。一度来てみたかった。よし、今日はダブルヘッダー行くぞ。ここも我が家からわずか5分で来れるご近所のスキー場です。でもなかなかね雪が足りなくて来れなかったので、ようやく遊びに来ることできました。今日は積雪130センチ。うわー、なんかザ・ホテルって感じ。どこにあるの？よし、じゃあ、あの右のリフト乗ろうか。あ、やった、雪いっぱいになったじゃん。うわ、シングルがある。シングルリフト。やべえ。ものすごいローカル感。すごく好きなタイプのスキー場。なんか可愛らしいスキー場。さあ、小鳥さん。1回目のリフト乗りましょう。お願いします。はい、小鳥さん、これパウダー行く？じゃあ。パウダー。一発目。ここも森だね。君、よし、行ってみよう。パウダー行くぞ、パウダー。イエーイ、アオビッグパウダー。よし、次はこの一人乗りリフト行きます。一人乗りリフト、全員一人で乗ってください。いいね、ノスタルジックな一人乗りリフトへ乗りましょう。いやー、やばい、リフトのマシン自体がクラシック、超レトロ。リフトが、ほら、リフトの小屋とかがもう超レトロ。俺が子供の頃にあったリフトがまだ現役で動いてる感じがする。お願いします。一人乗りリフト。いえ、あー、危ない。なんてコンパクトで可愛いスキー場なんでしょう。すごくいい雰囲気です。こういうスキー場があったんだね。そして民家。こんなスキー場の目の前に雪囲いが本気でいるエリアですね。超豪雪地帯です。いい。中里スノーリゾートから移動してユーザーパークスキー場に来ましたけども、何度も申し上げますが、こういう遊び方ができるのはこれ、マジックパス。ユーザーは町民リフトパスがあるからなんですね。ユーザーは町に住所を置いて1年以上経った方、あるいはユーザー学園にお子さんが通われている場合、そのお子さん、それとそのお子さんの保護者の人は無条件にこのマジックパスを購入することができます。そうなの？そうです。というわけで、ぜひね、2拠点目に湯沢町選んでみますと、こういう真っ白い白銀の世界で子育てができます。超絶おすすめ。 Here we go。ね、小鳥、湯沢町の学校楽しいよね。うん。来てよかった？うん。さて、昔は
あそこにもスキー場がありました。一体何スキー場なのかもわからないけども、やはりここは終了してしまったスキー場ですね。僕は一つでも多くのスキー場が存続できるように願っています。俺はここを狙う。青は湯沢小学校来てよかった。うん、楽しい。よかった。いよいよ行って。Yes! Oh, yes, yes, yes! Yes, yes, yes! いいね。よし、行きましょう。ランチにしましょう。じゃあ、今日のランチは、はい。何にしようかな。量いっぱいあるね。よいしょ。わい。おー、いいね。ストーブスタイル。いいね、いいね。趣のある、スキー場の定食屋さん。父ちゃんは、カレーうどん。あー、カレーうどん美味しかった。おばあちゃんの味って感じ。なんかね、すごくノスタルジックな感じのスキー場。初めて来ましたが、めちゃめちゃ気に入りました。僕らが子供の頃連れてきてもらったスキー場のそんな感じが未だ残っているスキー場です。いいよ。 OK、 ジャンプイン、ストリック。面白いこのコース。お、気をつけろ、深いぞ。ヘイヘイ。あ、来てもらった。母ちゃん、はい、いいね、ユーザーパーク。いいね。小鳥さん、はい、ユーザーパークいいね。いいね。すごく楽しいスキー場でした。ここ、まあ、小さなお子さん連れのファミリーにはすごく。おー、見た？屋根の下には容易に近づかない。落雪注意って書いてあるでしょ。マジで雪崩ます。これ下にいたら結構大変な目に遭ってたよ。というわけでユーザーパーク超楽しかった。バイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。